QM311 トライアングルは、ソビエト連邦の KBP 機械製造設計局で、開発された近距離防空ミサイル、近接防空ミサイル。NATO コードネームは SA、SA-19 グリスン。最も初期に開発された QM311 を、原型として、関西型の QM311K、輸出型の QM311 から1、改良型の QM311M、 QM311M1 と順次に発展した。最終発達型の QM311M1 では、イクセム性能が向上するとともに、射程も 10km に延伸された。QM311 シリーズは独立したミサイルシステムとしてではなく、対空機関砲との複合システムとして装備されることが多い。陸上型の自走式対空車両としては 2K22、 ツングースか、関西型の近接防御火器システムとしては、コール地区が開発されているが、これらはいずれも 30mm 口径の機関砲と組み合わされている。21世紀初頭より後径となる QM335 ミサイルが実用化され、これを搭載する自走式対空車両として、パーンチリ S1 が開発されている。ありがとうございます。